おはようございます。すすきの YouTuber たま様とぶーちゃんです。はい、というわけで本日またまた南七日産ベレ7番館ビル5階杉田ナイトさんにやってまいりました。こちらでございます。はい、階段ライブバーね、はい、杉田ナイトさんにやってまいりましたよ。思えばね、お店紹介ここから始まったんですよね。そうですね、僕らの始まりはここからでした、はい、そしてね、一言言いたい。はい、今日は、ながら縛れますあのね、手がやばい。もうね、カメラもブーちゃんもやばいですよ、本当に俺もこんな被ってますけど、本当にね、そうじゃないと耐えられないけど寒いです。そうなんですよ、僕、はい、フードも何も被ってないんですから、今、はい、マックス今日ね寒い、あのマイナス9度らしいですね、北海道ならではのね気候でございますけれども、そうですね、はい、本当寒い中ちょっとね暖かいあのね室内の方で、うん、ちょっと寒くなる階段を今日かなというなんとももう一番最初もこの冬だったっていうところを振り返りながら、そうですね、はい、やっていこうかなと思います。はい、まあ前回のねあれと照らし合わせながら楽しみもよし、今回のね見てこう来るもよしっていう感じで、そうですね、はい、できれば夏場に来たいところですけども、そうですね夏場に来たいですね、はい、冬もこんなに楽しめるよっていうところを見せておこうと思います。はい、はい、それでは皆さん行きましょう。はい、というわけで安定の飛んできました。はい、じゃあ中行ってみましょう。あー、5階まで飛ぶのがすごかった、ね、すごいね、やっぱり、ね、超人的な人にならざるものの僕も力を得ましたね。さあさあさあ、はい、ね、こういう感じでやっております。はい、ぜひ行きましょう。失礼します。いらっしゃいませ。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、またまた階段ライブはスリアナイトさんにお邪魔します。ありがとうございます。いらっしゃいませ。もう2、3年ぶりになりますかぐらいになりますかね。もうなんか2回目なんでだいぶもうちょっと変わったところもあると思うんですけど、内容的に、ね、はい、その辺もね含めてちょっとご紹介していただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。やっぱりこう1回目がね、お店紹介1回目が僕からここは、ね、うん、初めなんで、もう本当に思い出の場所でもあるんですけど、なんで僕らは毎回冬に来てるんだって確かに寒いんですねこの間の撮影の時もあの時もいろいろいろんなものがありましたから、まあ、はい、今日も何か起こるかね期待しながら。そうですね、さっきちょっとのことはありましたけどありましたね、ありましたね、ちっちゃい事件はありましたけどはい、そこもね含めて説明しちゃうかなと思います。はい、どういうところか、まあこのね、そう見た感じで大体わかると思うんですけど、階段ライブバーって言って、ね、この内装だったら大体わかると思うんですけど、ちょっとあの、はい、お店紹介の方を、はい、はい、お願いします。1時間に1回、専属の語り手による階段ライブをお楽しみいただくバーとなっております、はい、でまだ日本に2つしかなくて、ここと、はい、日本店で六本木にあるだけなので、はい、ちょっと珍しいお店になってます店の方も結構すごい感じがしますよね。僕もまだ行けてないんですけど、今年はちょっと東京に行く機会も1回だけあるので売れたり乗りたいなみたいな六本木はやっぱあれですね、うちの2号店ですから、もともとここ直してなって思ったところが改善されてるとか、 あと六本木っていう土地柄があるんで、あのしっかりとしたバーカウンターがあっておしゃれです階段バーなのにおしゃれですそう、こちらも結構おしゃれなんじゃないですかねえ、ラスト見るともうね、すごいアイデア賞のものがありますから、結構2号店テレビとかにも結構出てたりしますよね、うん、ありがたいこと、ちょこ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 昼の番組とかでも特集で取り上げられてるとかっていうのもテレビで見させてもらうので、あらーこんなにっていう。そうですよね。語り手さんは今何人ぐらいいらっしゃいますか。全員で5人います。あ、5名で、はい、もうなんかいろんな人のいろんな話が聞けるということでね。そうですね、5人か5人とも見事にキャラクターバラバラですからね、同じライブでも見に行かれるとかありますし、この間なんかふっとスタッフたちとうちって結局何枚ぐらい聞けるんだろうねみたいな、それぞれのネタ数、まあそれこそ面白いネタから面白くないのもあるんですよ実際、だけど単純にネタ数って言ったら200本近くあるんですよ全員で、だからそんだけ聞けるんですね。まあまあそうですね、ぜひとも階段好きの方は来ていただければと思いますけど、毎日来ても大体違う話が聞けるっていう。いやそうですね、はい、階段さんの中で僕哲さん好きなんですよ。ああ哲、うちの最年長階段師ですね。哲さんのね、語
り口調が面白くて、 あとちょっとしもっていう階段なのにちょっとしも行くぜひ本当にリアルで聞いてほしい本当にでね、もう素晴らしい人たちがいっぱいいますので、ぜひ堪能してもらいたいですね、はい、いきなり告知とかしていいですか先輩。そうですね、はい、あの、はい、大丈夫ですか。あの、私翔平ですね、はい、本出してるんですよ、全国発売で怪談も出してるんですけども、これですね、なんと1冊じゃなく2冊出てます。やったやったやったそう2冊出てるんですよ。で、1段目がこちらですね、はい、だーだんこれ、はい、闇夜の訪問者、イエーイ、1冊目ですね、はい、いやーこれ僕イベントで中にあのサインしてもらってますんでそうなんですよ。でこれが1冊目で、なんとこの1冊目がですね、購入してくれた方々日本全国からですね、はい、話に出てた幽霊がマジで家に来たっていう怖い怖い、もう本当に怖い。ツイッターの DM で100通ぐらい来たんですよ日本全国からどうしてくれるんだこんなことあったんですけどでなんか出版社の方にもちょっとクレーム入ったらしくて、どんな本出してんだみたいなただそれでありがたいことにも話題になってくれたおかげで、はい、2冊目ダダンダダン原野の侵入者です。はいはい、よっしゃ、こちら。なんと前回はですね、訪問してたにかかわらず、はい、はい、来たから前回訪問者がもう来て家の中入ってきたって意見がもう多かったもんだから、はい、今回侵入してます一歩先に進みました侵入ということで、はい、そうなんですよ。で前作が30話収録です。はい、はい、で2作目がね、何話だったっけな28話とか27話収録、ただですね、一本一本の話のですね厚みが出てるので、あのページ数で言ったら2作目の方がですね5、60ページ増えてるんで、おー、だからもし怪談好きな方はですね読んでみてください、はい、お願いいたします。はい、もしかしたら出るかもしれないって出るかもしれないあの2冊目の時はあの僕の担当編集さんが職場で変なこといっぱいあったんですよ。いわくつきのやつもあるなんか、そうですね、僕一本これやばいかなって話に載せたんですけど、はい、それ編集中に変なことがあまりにも起きるから結局その話に乗らなかったんですよ怖っやばすぎて乗らなかったんですけどまあそれ聞きたいって方がいればですね、また来ていただければ、はい、そうですね、こちら現地の方で、うん、そうなんです、やります、はい、ください怖いなあのいわくつきとか心霊スポットは行かないようにしてるんですよ踏み込まないようにしてるんですよね、僕ね。まあね、僕もね、ああいうなんかあるじゃないですか伝染する怖い話とかね、嘘だと思ったんですよネットとかでめっちゃあるじゃないですか、これ読んだ夢に出ますよ、幽霊出ますよみたいな、ね、今まで一回もなかったんですよ、自分ので出るみたいな俺のでやるしかもその本売っちゃってるバンバン売ってる東大元暮らしここでね、もう一回みんな買ってくれたらね、僕もちょっと美味しいご飯食べれる中野さんもね、今ね、いろんな活動してるんで、うん、ね、有名になってきてるそうですね、いやめないんですよね、ちょこ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 、あの、YouTube でもここをまあ、TV さんとかでも載っております、本当に、まあ、サイトみたいなところでね、ちょっといろんなスケジュール載ってると思うんで、見ていただいたり、Twitter フォローしていただいてね、そういう情報も見れると思うんで、そうですね、あの、僕の Twitter フォローしていただければですね、はい、たまに怖いことを言う、あの、つぶやきます本当たまにあとはイベント告知と、美味しかったご飯の紹介してます主にあの、LINE で前ライブみたいなのやってましたね。あ、やってましたね飾りも、今日のなんか階段みたいなやつやって、今日その中何が聞けるのか楽しみにして基本的に苦手だから基本的にはビビリですからよっしゃ、頑張ろう。そういう人が聞くと燃えちゃうそうね、もう頑張りたいですね今ね、あの前回は多分結構あのソフトにやっていただいたんで、今日はちょっとあのそれなりで大丈夫だと思います。なんでそんなにかまぼけるんですか。ブーちゃんのマジに驚いた顔を見なさいね。前回のでもヤバかったのに。ありがたいです。両方と、ね、楽しんでいただければということで、はい、ぜひ今日もよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。
あ、それではですね、はい、ゆるりと話やらせていただきますけども、まあ、通常だったらですね15分語りをですね、お店でやるわけなんですが、まあ、今回は短くですね、まあ、5分前後で我々の話を一つやってみようかなと思うんですけども、これですねお客様から教えてもらったお話なんですよ。でして、まあ、実際にですねそのお客様がですね、その場で体験したみたいなお話なんですけども、まあ、このお客様っていうのがですね、まあ、年にそれでも 3,4 回ぐらい来られるお客様なんですね。でものすごい階段好きな方でして、名前とかはまあ出せないものですから A さんとしますけども、この A さん年齢では30代半ばぐらいの方でして、まあ、でも見た目めちゃくちゃ若いんですよ。はい、そうですね、エグザイルのメンバーにいそうな感じです。すごいイケメンな方でして、ですごいハキハキ喋る方なんですよね。で、まあ、僕もいつもその方が来られればですね、あの宅について一緒におしゃべりするんですけども、いや最近変なことあったんだよ翔平君って、急にその人言い出したんですよ。で何があったのって聞いてみたら、いや実は行きつけのバーがあってと言って、まあ、話し出したんですが、 A さんですねもう週4回ぐらい飲みに行くバーがあるんですって、すすきの内に。でそこですね、まあ、店長さんとあと社員の男の子とアルバイトの男の子、この3人で回してるお店なんですって。でその日いつも通りですね、まあ、A さんそのお店に行って、でわーってお酒飲んでる中で怪談話しようよって言ったらしいんですよ A さん。だからまあ怪談好きなのみんな知ってるもんですから、あいいねーって言ってみんなで怪談わーわーわーやってたんですって。まあ、ただこう最初 A さんから話し出して、で次店長話して社員の男の子話して、で最後アルバイトの男の子、まあ、マサト君っつったっけな、がいるんですけども、このマサト君の場合になったら、マサト君いや僕階段ないんですよって言うんですって。まあでも階段をこう順繰り回して流れだったもんだから、いやどんな有名なやつでもいいし、あの作り回してもいいからやってみろよって A さん言うんですけど、もうマサト君かたくなに、いや本当に僕ないんですよって言うらしいんですよ。でなんかちょっとこう空気しらけちゃって、 A さんもいや黙って話してればいいんだってって言ってるタイミングで、おにぎりの出前頼んだんですって。でそのおにぎりの出前が届いたって言うんですよ。でじゃあとりあえずおにぎりでも食いながら喋ってようかって言っていたら、マサト君おにぎりがこうテーブルに乗っかった瞬間から腕組んでおにぎりずーっと見てるんですって。でどうしたのマサトって聞いたら、いやもう今このおにぎり見て思い出したんですけど、怖いかどうか分かんないですけど一ついいですかって言うんですって。どう別にいいよと聞いてみたら、いや実は僕最近引っ越したんですよ。マサト君そう言うんですって。どう引っ越したんだってどこら辺なのって聞いてみたら、市電通り沿いにあるマンションに引っ越したんですって。でそこのマンションに引っ越してまだ1ヶ月ぐらいなんですが、ただ引っ越して10日もしないぐらいでトイレでですね用足した後トイレ詰まったんですって。で、まあ、どう頑張ってもですねトイレ流れないもんですから、もう仕方なく業者呼んでみたと。で業者の方々が、まあ、中に入ってきて、でトイレのこう清掃したら、清掃終了後、いやちょっとマサトさんトイレに髪の毛流すのはダメですよって急に言われたんですって。ではって思って、この出されたものっていうのがこれが詰まってましたって、だいたい本当おにぎりぐらいの髪の毛の塊だったんですって。真っ黒い髪の毛だったんですよ。で試しに1本ずーって取ってみたら結構な長さなんですって。でマサト君単発で金髪なんですって。自分の髪の毛じゃないんですよ。しかもそれ僕流してないですよって言っても、まあ、その業者の方々が、いや僕たちも仕事長くやってるか分かるんですけど、これ 2,3 日前の髪の毛ですと、水の浸かり方から見ても、だからここで髪を切って流した人が考えれないですから気をつけてくださいねって怒られて、マサト君納得できないまま、ここでワーワー言ってもしゃあないもんですから、いや本当すいませんでしたって帰ってもらったんですって。でその日の晩、マサト君仕事が休みだったか、部屋で寝てたんですって。そしたら夜中の2時過ぎぐらいにピンポーンってチャイム鳴ったんですって。でそれで目覚まして、あれ今チャイム鳴ったよなって思っていたら、またピンポーン鳴ったって言うんですよ。で誰だろうこんな時間帯に、玄関ずーっと向かってって覗き穴覗いてみたら、髪長い女立ってるんですって。で何こいつと思っているところで、ふっと目覚ましたって言うんですよ。夢だったんですって。まあ、さっきのですね髪の毛詰まってるのもあったもんですから、ああそりゃそういう夢を見るよなって思っていたら、ピンポーンってチャイム鳴ったんですって。であれと思って時計見てみたら深夜2時前後、さっきの夢と同じ時間なんですよ。であれまさかと思ってると、またピンポーン言ったもんですから、マサト君恐る恐る布団から起き上がってって玄関向かって覗き穴をふっと覗いたら、覗き穴の向こう側、あの夢の髪長も立ってるんですって。でうわって思ってるところで、またふって目覚ますんですって。それも夢だったんですよ。でわなんだよ2回も夢の中で夢ってって思ってる時に、ピンポーンってチャイム鳴るんです。マサト君時計見てみる、同じく2時過ぎくらいですわ。
でそこから布団起き上がろうと思ったらピンポーンまたなって、次夢じゃねえよなと思って体をこうやって触ったりするんですね。どう頑張って触ってもまあ多分どうやら夢じゃないみたい。で恐る恐る玄関前まで行って覗き穴をふって覗いたら、あの夢の女立ってるんですよ。でまさとくん、その時鍵開けてすぐ扉開けようと思ったんですけども、もしそれで部屋の中に割って入られたら怖いもんですから、もう人生で初ですって家の内鍵かけたって言うんですよ。で内鍵かけてそっから鍵開けてちょっと扉開けてみたら、扉の向こう側で女性が、あ、すいません、私以前ここに住んでたものなんですって言うんですって。で、あ、はいと返事してたら、いやそれでですね、ちょっと取ってほしいものありまして、忘れ物があるんですよ、それ回収してもらっていいですか。まさとくん、いやそんななんか忘れ物とかあったっけなって思いつつ、え、どこにあるんですかって聞いてみたら、あのお風呂場に入っていただいて、お風呂場の上一箇所外れるとこありますから、そこの奥にアルバムあるんですよ、それ持ってきてもらえませんかって言われたんですって。で風呂場で天井開くとかあったっけなって思いつつ、あ、少々お待ちくださいって言って扉パタンと閉めて玄関から風呂場向かう途中、ふって気がついたらベッドの上だったんですって。で、あれ、じゃああれも夢だったのか、いやほんと変な夢見たなって思いつつ、外見てみたらもう明るいんですよ、朝なってるんですって。で、まさとくんですね、ご飯食べようと思って冷蔵庫開けたんですけども、食い物も何も入ってなかったと。じゃあコンビニ行こうっていうことで玄関ふーって向かってったら、玄関内鍵かかってるんですって。あ、ってことは夢じゃない、まあ、そう思ったまさとくん風呂場向かってって、プッとこう天井見てみたら、一箇所だけこう板がずれてる部分があるんですって、天井で。そこ試しにズズズズズってずらしてみて、手突っ込んであたりずーって探ってったら、指先になんか当たるんですよ。でズルズルズルって出してみたら、だいたいこのぐらいの大きさのアルバムが一緒に出てきたんですって。でそのアルバム表紙に、まあ、メモリアルって書いてあって、まあそのメモリアルっていう文字の下あたり、あの夢出てきた女性とその女性の彼氏っぽい人がですね、こうツーショットでピースしてる写真なんですよ。でそのアルバム今あるんですよってまさとくんその場でカバンから A さんに渡したんですって。でもうみんなで、うわ変なもん出すなってっていう中、やっぱ興味あるじゃないですか。アルバム開いていくんですって。で開いてみたら、もう最初はなんかどっかな、ディズニーランドとかっつったっけな、行ったような写真、彼氏と二人で。でその写真の下にはどこどこに二人で行ってきましただとか、いや誰々のこういう言葉が面白かったよとか、写真の下にコメントが添えてあった。でまた次のページパッて開いてみたら、次はコメントはないけども二人の楽しそうな写真がたくさんあってある。でそこからもう1ページ開いてみたら、彼氏の姿ないんですって。女性が一人で写ってる写真が何枚もあるけども、ただこの写真の特徴としてまるで隣に誰かがいるぐらいのスペースを空けた写真が何枚もあってるんですって。でそこからさらにページめくってったら、次女性の姿もなくなって風景だけだとかソファーだけが写ってるとか。でそこからさらに1枚めくっていくと、次わけわかんない写真が増えるんですって。ピンボケして何写ってるか分かんないだとか、もう鍋ひっくり返してぐちゃぐちゃになった床を写ってる写真だとか。でそこからさらに1ページ開いたら、次写真がなくなったんですって。やっぱり気持ち悪いじゃないですか、発見したっていう状況もありますし。でもその場でみんなで、いや気持ち悪いしさ、てかマサトお前なんでこのアルバム持ち歩いてんのよって言ってみたら、マサト君そのアルバムグッて急に胸に抱え込んで、いやでも返さないとダメなんでって言うんですって。ではっ、いや返すってお前連絡先も何も知らないだろ。いや知らないけど、いつかこれ持ったら会えるかもしれないじゃないですか、だから持ち歩いてるんですって言って、大切そうにかばんしまったんですって。でみんなで、いやお前よくわかんないけどお祓いとかなんか行った方がいいってって言って、その日終わったって言うんですよ。でそっから A さんですね、ちょっと仕事忙しくって、まあ、なかなかですね飲みに行けなかったんですって。ただそっから10日ぐらい経ってから飲みに行ってみたら、まさとくんの姿ないんですって。で店長に、あれまさとはって聞いてみたら、いや実はさ、この間 A さん来た次の日からマサト出勤してねえんだわって言われたって言うんですよ。で連絡もつかないし、家に行っても家にいなかったんですって。でもう10日も経ってるもんですから、明日マサトの家にちょっと管理会社として入ることになってるんだよねと。で何かあったらまた教えるから、分かったよっつって、その2日後ですよ、まあ、あの A さん飲みに行ったら、店長めちゃくちゃ顔悪いんですって。でどうした、何かあったのマサトの家でって言ったら、いや実はさ、マサトの家見てったんだけど、よくわかんないんだよな、あいつの家の状況って言われたんですって。で、どういうことって聞いてみたら、家の中入ってったら、生活感そのままなんですって。
あの靴だとかも置いてあったりとか、洗濯物回したまんまのが洗濯機入ってたりとか、洗濯物干してあって、冷蔵庫の中も、まあ、賞味期限切れてるものから切れてないものまで食べ物もしっかり入ってると。で、携帯も財布も置きっぱなんですって。ほぼですね、まあ、そのマサト君だけがいなくなったみたいな状況。まあ、でも家の中入ってるもんですから、なんか手がかりあるんじゃないかなって一通り見てもあったんですけども、手がかりは一つもなかったと。ただ一つだけ、マサト君が仕事でですね、よくこう持ってきてたカバンがあったもんですから、カバンに手がかりあるかなってずーっと見ていった結果、一つだけですね、あれ手がかりっていうか、これおかしいなって思ったのが、そんだけいろんなもの置きっぱなのに、あのアルバムだけなかったんですって。もしかしたらマサト君、そのアルバムを女性に返しに行ったのかもしれないねっていう、まあ、ここですね、1年以内に起きたお話だそうです。ありがとうございます。無事安心しました。無事に。ブーちゃん返しに行っちゃったのかな。リアクションしてくれればやった甲斐ありますわ。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで今回はあのちょっとブーちゃんに手紙してやってくださいということでね、はい、美味しいお話をお聞かせいただきましたけども、はい、どうでしたか。ノックアウトです。KO って書いてノックアウトですか。ノックアウトですね。はい、しかも語りのすごいいいストレートパンチを食らった KO です。いやーもうそれはありがたいです。ただ僕はここでもう声を大にして言いたいですけど、ね、プロです。いやこっちとらさらにこう出上げましたね。いやー本当に素晴らしいです。僕はもうここで階段やっててもモテるんだぞってことを、ね、声を大にして、そうですね、声を大にして階段やってるやつってなんかあれでしょ、ちょっとネクラなやつが多いんでしょみたいな、どうも細々とやってなんかちょっと良くなるでしょみたいな思う方いっぱいいると思います。階段やってもモテます。まあそういうねお話が来てるということで、ぜひ、はい、ナイトさんね、うん、ぜひ皆さん足を運んでみてください。冬もおすすめです。はい、あったかくなる。逆にあの1回目の時にもこれコメントしてるんですけど、再確認で怖すぎて震えてあったかくなった。マジで怖いですか。本当に怖いですから。本当に来てください。ありがとうございます。本当にそして今回も、ね、こちらの動画見ていただいた新規のお客様に、はい、何かしらの特典があると嬉しいんですけれども、はい、はい、よろしくお願いします。うち通常だと1セット60分で2500円に、はい、サービス料 10% つくので2750円なんですけど、はい、見てきてくださった方 10% オフで、はい、2500円のみでご利用いただける。 はい、ありがとうございます。1セット60分なので結構安い料金なんですけど、うん、そのちょっとピッと少しいただいてまたね、階段も楽しめて、あと美味しいフードとかね、ミキータとかね、そうですよね。カット飲みながらね、やっていただきたい、ね、ちょっと来てもらった方にキーワードを言ってもらった方が多分分かりやすいと思うんですけど、ちょっとキーワードの方を決めていただければなって思うんですけども。あいやでもそこはまああれですね、窓口で大体こうね、入店したお客さんをチェックするのが、まあ、うちの店長の里奈なので、はい、ドルドル TV の里奈かわいいって言いましょうか。そう逆に、はい、逆にこう違った方向性で、ね、メンバーに入ってもらった感じで、ドルドル TV のリナ可愛いで順番を褒められたらちょっと引くしかないですね。言われてきてるしかないですね。それでいきましょう。そこから始まる恋とかね。じゃあキーワードはドルドル TV のリナ可愛いで、はい、いきましょう、はい、いきましょう。皆さんこのキーワード忘れずに言ってください。言ってくださいね、はい、必ず言ってください。そうですね、ここに言われなかったら悲しいので。確かにみんな絶対言うように絶対言おう、はい、絶対言おう、言っとこう。またね、ドルドル TV の方皆さん見てください。
本日は怪談ライブはスリアナイトさんからでした。またありがとうございます。ありがとうございます。電源とかそうなりますか。電源はそっちのやつ抜いて入れればいいんだよ。翔平さんが喋ってるっていうあれじゃないんですけど、アミさんと絡んでた時の話好きで。あ、何のやつだろう。あの一緒になんか番組かなんかで行って心霊スポット。このハプニングが怖い。これ音出ないって年に数回しかないですからね。今年初ですよ。引いちゃった。待って、え、なんで？あ、来た来た。いや、今拙者になったんです。だ、多分このなんか調べてきた。今、いや、あの本当に拙者になっちゃって。拙者。え、いや本当に焦った今。だってカメラのセンサーが拙者で撮ってるんですよ。スピーカー電源入ってるでしょ。入ってますね。何今日いろんなことが起きすぎません。ちょっとこうなってくるとやっぱタマさんがブリキャンタだと思うんですよ。俺かな。俺らないっすからね。言うてもカムイコタン。カムイコタン連れてきました。2人ぐらい無縁気されてる。あ、もう大丈夫。今のはちょっと俺が死にびっくりしたわ。今カメラ持ってブルってなっちゃった。全然いいですよ、全然。ゆるりとセッティングしてできれば。変になったぞ。うん。あら？これ何だろ。変になったぞ。これ何？ジャンってか、ジャンってなってるぞ、こっちも。ほんとだ、顔が。ほんと、今、はあ、もう照明で飛んでるから、多分この辺がもやっとしてるんですけど、それが今ここまで来てるんですよ。何何降りてきたん。もやってない。じゃあ、あ、いいね。いきますか。はい。じゃあ、すいません。あんまりスモーツ来たな。意識こう。何やねんの。この掴まれるやつ。はい、すいません。お願いします。お願いします。あ、それではですね。はい。ゆるりと話やらせていただきますけども、まあ、通常だったらですね15分語りをですね、お店でやるわけなんですが、まあ、今回は短くですね、まあ